とことんやり込む。どうも、なおちんです。さあ今日もですね、マイクラダンジョンズやっていきます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はですね、アップデートの後に追加されました装備品、また入手しましたので、ちょっと使ってみようと思います。今日はね、武器ではなくって防具です。防具。見てみましょうか。これですね。緑のローブです。まあ、ご存知の通り、魔術師のローブ。あれのユニーク品ですね。今までは赤いやつがユニークだったんだけども、プラスでね、この緑のローブが追加されたっぽいですね。能力が魂の最大値を上昇。だね。うん。まあ、ソウル系で攻撃を中心としてやっていく人にはいい装備なんでしょう。うん。まあ、アーティファクトのね、クールダウン 25% もついて、移動速度アップもついてるので、まあ、これに、そうね、クールダウンが2つ3つつけば、めちゃくちゃ良くない？うん、すごくいいと思うんですけども。まあ、気になるのは、最大値が上昇なので、どれぐらいまで上昇するのか。今日はね、それを見ていきたいと思います。見た目いいね、この緑の。うん、この緑のローブは見た目がいい。では、まずはですね、普通の装備の時はどんぐらいまで溜まるのか。で、あの緑のやつはどれぐらいまで溜まるのか。ちょっと比較していってみましょうか。あ、満タンになりましたね。満タンになった。で、これで緑のローブを装備すれば、どれぐらいかわかるよね。緑のローブを装備してみましょう。ほう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 。なるほどね。最大値が、おそらく 20% ですね。20% ほど、アップするみたいです。うんうんうん。いや、これぐらいアップするとまたね、アーティファクトの使い道が変わってくるよね。どんどん使えるんじゃない？あ、満タンになった。うん。20% アップすれば、でも相当使えるんだと思うよね。はいはい。この、お供を3体、呼び出しても、半分減らない。ってことはなかなかいいよね。これ結構食うからね、こいつら。こいつら結構食うんで。ああ、はい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 。いいね、いいね、いいね、いいね。いいよ、いいよ。ボスと戦う時も、これはだいぶいいと思うな。おお、一発かい。一発かい。はい、ということで、今日は緑のローブ使ってみました。ソウルの最大値が 20% アップするっていうことで、まあ、これは使いようがあるんじゃないでしょうかね。まあ、ただ、エンチャントだね。エンチャントが、いいのついてないと、とてもじゃないけど使えませんので、まあ、厳選は必要だね。うん。でもまあ、これはいい装備だと思います。見た目もかっこいいし、俺はだいぶ好きですね。はい。まあ、こういう感じです。で、まだね、アップデートの後に追加された装備、この他にもありますので、それも動画出してます。はい。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。そいや